ポスト菅として期待する政治家は誰か。1位は立憲民主党枝野代表に疑問の声。内容はこちら。ポスト菅として期待する政治家は誰かとのアンケート結果に疑問の声が起きているようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。アエラドットではポスト菅について大穴候補者として期待する政治家は誰かアンケートを実施した。7月14日から28日の約2週間行い、1007人の回答が集まった。編集部で20人の与野党の政治家を選び、選択肢を設け、記述回答も用意した。最も多い回答を集めたのは、立憲民主党の枝野幸男代表で176票、17.5% だった。はい。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。さすがの朝日で草。嘘くさい調査だな。ただの読者アンケート。思想の偏った新聞社のアンケートなど信用できるか。枝野など 100% ありえない。安定の朝日ですよ。次はこちら。これ、回答者わずか1007人のアンケート結果に意味があるのか。意味あるの？ないと思います。次はこちら。ないわクククククク。出落ちで笑わせるな。寝言は寝ていえフルアーマー。立憲民主の党民を対象に実施したアンケートかのわら。街中で無作為にアンケート取ったら枝野になることなどありえないわらわらわら。みんな呆れてますよ。最後はこちら。ポスト菅直人と間違えたのかな。かもしれないですね。結論。立憲民主党枝野代表は枝野内閣政権をよこせ準備はできているといつも威勢だけはいいのですが、結果が伴ってませんからね。いくらマスコミが枝野幸男をご利用しようとも、多くの国民はもう以前のように騙されません。このような無意味なアンケートはやめてください。うんざりです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。